かつて日本最大と言われた発電所が湖の底に沈んでいるのをご存知だろうか。しかもその発電所、季節によっては顔を出す。送電先は日本史上最大と言われた化学工場。しかもこの会社、戦前には川を逆流させて発電するという規格外の発電所まで建設。そしてその集大成として戦前世界史上最大の水力発電所も作った。またこれらの発電所がすごいのが、今も全て現役だということ。なんとこの水に沈んだ発電所も形を変えて復活している。すごいのはこの程度じゃない。この会社が行った発電所建設はなんと合計120億キロワット。これは黒部ダムの13倍だ。ちなみにこの会社の子孫は今も世界で活躍している自動車メーカーのマツダ、そして旭化成はもちろんのこと、積水ハイムで有名な積水化学、そして積水ハウス、さらには8つの分野で世界最大級となったスーパー化学メーカー信越化学工業、これらはすべて鹿児島のとある発電所から始まった。